2008年5月、女の駆け込み寺というスレにとある書き込みがあった。妹とのいざこざで母祖母との関係が悪くなっていた投稿者。一方、妊娠して安定期に入り、母と祖母にそのことを報告するも、妹の件で腹を立てている祖母から衝撃的な一言が告げられる。最終的にどうしたいかはよくわからないのですが、このままでいいのかなという思いと、自分たちが間違っているのかわからなくなってきたので、ご相談したいです。詳しい悩みの内容。実母との関係がおかしい、毒親？最終的にどうしたいのか。よくわからないけどこのままじゃ良くない気がする。家庭環境私夫、30代前半。子供、0歳、A 県在住。両親は熟年離婚。妹、20代後半メンヘラ、当時父と B 県で同居。母は自分の母親、私の祖母、と自分の実家 C 県に同居。何から書いていいのか迷いますが、妹が長年付き合った彼氏と破局し、うつ病とパニック障害が悪くなったと姉、私、に相談してきたのが発端だと思います。母とも話して、私の知っている A 県の評判のいい病院に一度見せることに。心療内科だけでなくよろず町医者のようなところで私もかかりつけ。その後母と妹の、誰か紹介しろコール、と頻繁なメンヘラ電話に根負けし、旦那の友人、30代後半社長の息子、を紹介。すみません。当時は判断力がアホでした。まあいろいろありましたが、旦那の友人も出会いがなかったらしく意気投合した様子で、姉、私、めでたくメンヘラ電話から卒業。妹、これを逃してはと必死で色仕掛け。見てて寒かった。数ヶ月後、旦那が友人に連絡したところ、結婚することにしたとのこと。紹介してからここまで妹は音信不通。音信不通の理由は私たちから数万借金していたから。それからかかりつけの病院に未払い金があったからです。病院の受付で責められて生きにくくなっていましたが、どうしても薬をもらわなければいけない時があり、困っていました。ちなみに病院で見せてから9ヶ月後。9ヶ月間の間に妹、受診当時無職、は再就職、退社していたので、同情して、無職になってからは、借金の催促も未払いの催促もしていませんでした。そんな時に結婚話を聞き、さらに妹から、結婚祝いには〇〇よろしくお願いします。メール原文ママ、が友人、以下妹彼、の携帯から送られてきました。妹彼はメール一切使わない人、ちなみに、お願いします。メールが来たのは夫の携帯です。切れた夫が、バツバツちゃんだよね。借金はまだ待つけど病院への未払い金は早くなんとかしてね。とそれでも冷静に返信。それから今に至るまで妹からの連絡はありません。未払いはそれから間もなく無事支払われました。口述のような事情により支払ったのが本人かは不明、で、妹からの連絡の代わりに来たのは母からの怒鳴り電話。妹の借金癖がバレて破談になったらあんたたちのせいだ。母に、正すとこはそこじゃないでしょと反論していた私も、疲れと風邪で電話に出ないこと決定。すると夫の勤務中に携帯に母と同居の祖母より電話。内容は母のを柔らかくしただけで同じ。何も破談にしようと思って言っているわけじゃないです。むしろ二人にはうまくいってほしいと思っている。だからこそきちんとしてほしいし、このままなら妹彼にも言って対応をお願いするかもしれない。とにかくバツバツさん本人から連絡させてください。おばあさん、母さんにはご遠慮いただきたい。祖母は一旦納得したものの、母に言われてか再び夫携帯に着信の嵐。勤務中でもありでずにやり過ごし、病院の未払いがいつの間にか支払われていたので、必要な薬をもらいました。それは妊娠に関する薬で、当時妊娠ごく初期。安定期に入ってから祖母、母に報告すると、常軌の逆らったことを責められ、おめでとうもなし。祖母からは、産むの？と尋ねられ意味がわからなかったので、なんとなく、うん、C 県で産もうかな、と言ったところ。平身低頭、お願いします産ませてください、というのが筋。大体逆らったくせに不二子不二子。と話にならないので諦めました。妹彼に夫が事情を話そうとすると、バツバツちゃんは擦り込み先がわからなくて返せなかっただけだ、と言っている。と堅くなに恋人を信じたい様子。破談になって祖母母に恨まれてもと、それ以上暴露せず生還することにしました。その後出産、
後になって私たちには知らされませんでしたが、妹が母主催で身内のみの挙式をしたことを知りました。親と妹、彼の兄弟と妹、友人数人。妹と妹、彼在住の B 県ではなく C 県で。子供はもうすぐ1歳になりますが、祖母母とは会っていません。父が子供に会ってもらおうと、お金がなくて会いに行けない、と言っていたので、母にお金と、孫に会いに行ってください、と手紙を送りましたが。手紙は読んでいない。お金は妹の挙式等に使ってもうない。とのこと。妹は無職になってからよく母と祖母に泣きながら電話をかけ、お金を送ってもらっていたようです。理由が父がお金がないなら出て行けと責め立てるから。事実ではないと思う。妹と同居していた父からは、妹によく金融関係の督促状が来ていたと聞きました。妹がおかしいのか、祖母母がおかしいのか、自分たちがおかしいのか、このままでいいのかよくわからなくなってきました。なんとなくこのままでは良くない気がするのですが、ただいま絶縁中です。細かいところ書き漏らしたこともあるかと思いますが、よろしくお願いします。あなたたち夫婦とお父さん以外の登場人物すべてがおかしい。このままなし崩しに使用推奨。と言っても、向こうが経済的にもっと追い込まれる状況になったら、無断で出産したお詫びに援助する。とかなんとか。その辺のチンピラの因縁も格やという感じの要求をしてくるやも。今まで少し疑問に思うことはあっても、母も祖母も普通の人間だと思ってきたので、頭がついていかず、私があの時、お願いします産ませてください、と言っていればうまくいっていたのか?とか。自分に都合のいいことだけ書いていないか?とか。わけわからなくなっています。キモいことははしょろうと思ってそれ以外は忠実に書いたつもりですが、無意識に自分の都合のいいように書いてやしないかまだ不安です。あのさ、なんで我が子を産むのに、お願いします産ませてください。っていう必要があるの?まずここが変でしょ?例えば199さんが不倫を働いて、その相手の子供を身ごもってしまって、旦那と婚姻関係続けながらも産みたい、イコール旦那が戸籍上の父になる、こういう場合なら、旦那に向かって、お願いします産ませてください。って土下座でも何でもしなきゃだろうけど、そういう特殊な場合を除いて、子供を産むのに誰かの許可なんていらんでしょ。どう考えても、妊婦にそんな要求してくる人間がドアホで FA。なるほど。CO で間違いなかったんですね。産ませてくださいお願いします、は産む許可ということではなく、C 県の祖母母の元でお世話になって、産ませてくださいお願いします、とではないかなと解釈しています。それでも変ですかね?夫は祖母母はもちろんのこと、友人、イコール妹、彼イコール現妹、夫、にも失望したとのこと。妹、夫は硬派な人で、妹のキモい色仕掛けに陥落するようなやつとは、思わなかったそうです。妹、夫は地元 B 県では知られている企業の社長息子です。病院来た。逃すまい。と祖母母が舞い上がったんでしょうか。妹側がおかしい。父親とは疎遠じゃないみたいだけど、このことに対して何と言っているの ?199 さんの旦那さん、友人の妹の旦那さんとも疎遠。もう、引っ越して疎遠になった方がいいよ。話の通じない相手に精いつくしてもしょうがないよ。父は同居時に妹に届いていた督促状などで、以前から金銭面でのだらしなさには気づいていたようで、驚きませんでした。ただ、母と復縁希望があるので、手紙を読んでいないことと、お金を使い込まれたことを伝えても、これからも復縁の希望を込めてお金と手紙を送るそうです。まあ父は我関せずのスタンスを貫く人なので、そこが災いして母に逃げられました。悪いこと言わないから、向こうの興味が他に向いている間に、距離開けた方がいいよ。妹夫婦の方に興味のあら方が向いている今なら、普通の親子関係のようなお付き合いをこちらから望んだりしなければ、強行手段取らなくてもそっと距離を置けるのではと思う。んで、物理的にも精神的にも距離を置けば、普通の考え方がどんなもので、妹さんやお母様たちの考え方が変なことが、納得できるようになると思うよ。妹夫婦は義実家、社長夫妻、と B 県にて敷地内同居していましたが、D 県に転勤になったようです。勤務先は自分父の会社です。創業者一族なので、地理的には A 県、私家族、B 県 C 県、母祖母、D 県となります。夫には妹夫から便箋に一枚。お子さん誕生おめでとう。D 県に今日構えました。という手紙が来ました。
妹夫の名前のみで差出人住所は書いていなかったそうです。まだ洗脳が解けていないのか、気になるのですが、C 県の祖母母の元でお世話になって、産ませてくださいお願いします。っていう必要なかったんですよね。言わなかった私が非常識で全て悪いと言われ続けてきたので、世間一般ではそうなのかなと思ってしまいました。読んでるこっちもよくわからなくなってきた。あなたは実家へ戻り里帰り出産したの？祖母に、C 県に里帰り出産で、産ませてくださいお願いします、と言わなかったとファビョられた、母は全面的に賛同、ので里帰り出産はしませんでした。したがって母も祖母も子供には会っていません。あそこで、お願いします、と言っておけば、絶縁することもなく祖母にも母にも子供を見せてあげられて、円満に行ったのか考えてしまいます。世間一般では妊娠報告とともに平身抵当して、そちらで産ませてくださいお願いします、というものなのでしょうか。最近母から届くメールには、あなたの頼む態度が悪いから、里帰り出産させてもらえなかった。自業自得。妹の借金は関係ない。と書いてあります。あの時点ではどう考えても妹の借金問題に関しての報復だと思いましたが。いい加減、そんな実家と縁を切らないと、旦那と子供に縁を切られるぞ。脅しじゃない。真面目に忠告。何故そんなに卑屈になる？子を産むことに親に頭下げる必要がどこにある？お願いしますって頭下げておけば絶縁にならなかったかもというけど、成人して、新しい家族を作った人間が、そこまで下にならなきゃいけないものなのか。母親なら子供守らなきゃ。理不尽なことには自分の主張取らないと。ありがとうございます。平身抵当を、世間一般、常識、と刷り込まれてきたので、皆さんに経験談をいただいて、少しずつ呪縛が解けてきたのを感じます。正直、今まで毒親の話を他すれで見ても気の毒に思うばかりで、我が身になろうとは想像もしていませんでした。今思えば変なところは多々あったのですが、気づかなかったのですね。ちなみに妹のことも支配したいだけで、幸せを考えてはいないと思います。挙式は母の思いつきで突然計画され、妹夫両親と父に連絡が行ったのは一週間前のことだそうです。妹夫両親父は挙式場まで飛行機移動の距離。こんなんで妹夫両親とうまくいくわけないと思うのですが。人の心配する前に、自分と家族、夫と子供、の心配しなさい。毒親や妹とは縁を切って、自分たちだけの幸せを考えろ。あなたは、親の保護を受けなきゃいけない子供じゃない。結婚して、子供の親になった一人前の大人なんだよ。傲慢になる必要はないけど、子供に不当に卑屈な姿なんか見せちゃいけない。あなたが今、気にかけるべき、一番に大事にするべきなのはまずお子さんでしょ？母親も妹も、いい大人なんだし、自分で生きていけるでしょ。でも、お子さんはあなたと旦那さんが必要なんだよ。妹のことも母親のことも当分、忘れて子育てに専念しようよ。祖母母妹と絶縁と夫子供を大切に。ですね。肝に銘じます。そして今後何かあっても断ることも肝に銘じます。まさか自分が毒親持ちだったとはショックです。アドバイスありがとうございます。皆さんすべて絶縁へと同じ方向を向いているのが勇気になります。一件くらい、お願いしますって言った経験者や賛成派がいるかとも思いましたが、見事にいないですね。それで突き進んで大丈夫だと思うよ。旦那さんが頼りになるなら、そのままついていけばいいと思う。事情がわからないと、冠婚葬祭で連絡取ろうとされるかもしれないから、旦那にも絶縁することは過去の事例を持ち出して、完全に納得させる必要があるかも。たまに変に義務感持って関係修復を考えるアホもいるから。夫友人も手紙一枚住所なしってね。妹母祖母が私たちの式欠席などで、妹夫実家にどういう言い訳をしたのかは知りませんが、漏れ聞いたところによると、妹夫実家は妹夫婦が私たちの紹介で出会ったことも、知らないらしいです。妹夫について夫は硬派と表現してますが、私には口下手で器用な人に見えたので、妹にコントロールされているとは思います。挙式については、妹が父から渡された支度金、挙式や新婚旅行費用、を使い果たす、入籍、挙式しないとけじめがつかないと母が挙式計画。しかも母が仕事休みだという理由で平日、一週間前に父と妹夫両親に連絡、挙式、父が母に孫に会いに行く費用として送金、
挙式費用の一部に使ってもうないと母断、という流れです。母は父が妹に支度費用として、まとまったお金を渡したのを知っていますが、C 県での挙式に手ぶらで来て引き出物を持って帰った、と憤慨していました。ので、送金してきたお金を手紙を見ずに、挙式費用として徴収することは当然だそうです。気になることといえば、祖母母の元に私の荷物が置いてあることです。結婚してからも行き来してたので、徐々に必要なものを持ち出していけばいいかなと油断していて、衣類や書籍の他にちょっとした家具、通帳や印鑑もしまっておいてあります。とりあえず絶縁していずれ機会があったら取りに行きます。でいいんですよね？絶縁したら、隠される可能性ある気がする。なんか理由つけて、とりあえず本当に大事なものだけ取ってきて逃げるんだよ。家具とか書籍とか衣類は諦めた方がいいかもしれない。新しい生活を始めるのに、心機一転すると思うのもいいと思うよ。だんだん書いてて祖母母とはいえ、かなりおかしい人たちに思えてきました。置いてきたものについては、この際考えずに絶縁の方向で行きます。幸い夫と子供との生活は楽しいですし、だからこそ母たちとの問題だけが日々引っかかっていて、このままじゃいけないのではと焦っていましたが、絶縁してすっきりします。皆さんありがとうございました。あのさあ、もう妹たちの事情やら、母親のことなんかどうでもいいんだよ。あなたが嫌なら関わらない、絶縁。あなたが実家連中と離れたくないなら、一生奴隷。夫、子供に見放される、二択しかないことわかってる？アドバイスありがとうございます。そういえば理由は知りませんが、祖母は嫁、母の兄弟の妻、と絶縁してるんでした。何かここでも異常なことがあったんでしょうね。住所どころか夫職場や義実家など、あらゆる個人情報が知られています。飛行機に乗る距離でもあり今のところメールでしか接触がないので、メールの着信拒否、もしくは受信した上でスルーと考えていましたが、甘いでしょうか？シンプルに考えればいいんだよ。実母や祖母に言われたりされたことを199が我が子にしたいか、したくないか。逃げるなら今がチャンスだよ。絶縁の覚悟ができたら、夫さんに相談して縁を切る準備をするんだ。追い詰めないようにさりげなく確実に絶縁に持ち込みます。これにて名無しに戻ります。初めて相談しましたが、いいもんだなと思いました。迷いも消えましたし、子供にはこんな思いさせないよう気をつけていきます。ありがとうございました。旦那さんを信じて子供には無償の愛情をかけてあげれば、きっと負の連鎖も断ち切れるよ。頑張れ。翌日。七市に戻ると言ったのにすみません。一晩考えてあまり眠れませんでした。自分の肉親が情けなくて。またこれまで育つ過程で何でも謝るまで報復されてきたので、同居時は口を聞かないなど、何かあったら謝ってことを収めてしまわないか自分が心配でもあり、羊を数えるように、絶縁絶縁とにかく絶縁、と自分に言い聞かせました。ここで、私と夫は間違ってなかったという安心感をいただいていなかったら、揺らいでいたかもしれません。夫も、おかしいと思いながらも、祖母母妹妹夫と人数が多く、おかしいことが連続したため、自分たちと相手側のどちらがおかしいのか、だんだんわからなくなっていったそうです。それで絶縁と強く勧められなかったと。ありがとうございました。母と一緒に暮らしたのは18年間なのに、親の影響は大きいんですね。支配されかかっていた自分にも気づくことができました。打足ですが、祖母母のいる C 県での里帰り出産を諦めた後、自分たちの住む A 県で出産するべく病院を決めて準備していました。しかし臨月間近になってやむを得ない事情、病院都合、によりその病院での出産ができなくなり、周囲の病院はすでに予約で埋まっていたため、産み場所の定まらない出産ジプシー、というか野良妊婦、に。ストレスで切迫早産になり、子供に申し訳なく思いながら、思考が、あの時、お願いします、と言っていれば、母たちと揉めた、罰が当たったのか、となっていたので、余計、お願いします、にこだわってしまったのだと思います。キーに感じられた方、すみませんでした。結局 A 県では空きが見つからなかったので、B 県の義実家で無事出産しました。そういえば、お願いします、はいう空気でもなかったので言ってない気がします。引き上げるときに、お世話になりました、とは言いましたが、産み場所がなくなったことは母も知っていましたが、メールで、大変ですね。と来ただけでした。揉めてる最中だからそれも仕方ないのかもと思っていましたが、今考えるとそれも異常ですよね。
つきものが落ちたように、冷静に考えることができるようになりました。本当にここの皆様に感謝です。そんなへんてこな妹に友人を紹介なんて無責任な、と一瞬思った。妹夫にしてみれば、友人の奥さんの妹を紹介されて結婚。蓋を開けてみれば、妻はサイマー、妻の母と祖母は木印、友人夫妻は自分たちの結婚後に絶縁。こうなる前に一言忠告してくれてもいいんじゃないの？てか自分に木印一族を押し付けたのか？と思いそう。紹介したのは199でも、結婚を決めたのは本人たちだから、自己責任といえばそうだけどね。そうなんです。妹の実態がここまでひどいとは知らず、督促状の件は後から知ったのですが、妹に奔放なところと浪費癖があるのは薄々感じていたので、紹介の条件として、浪費せず堅実に暮らす。前の彼に不信感を抱かれたような男友達との交流をやめる。姉夫の紹介であることを肝に銘じ、節度ある交際をする、交際する場合、お約束させ、人生やり直すチャンスになれば、と紹介してしまいました。私バカです。通帳印鑑は、もう引き出されてる可能性が大きい。紛失届を出し再発行。わざわざ実家に取りに行くなんてバカ。通帳に関しては、取りに行けないことを銀行に伝え、紛失届について聞いてみようかと思っています。そういえば結婚直後、母に勝手に印鑑登録されて、今もそのままだと思う。なんとかしなきゃ、車を売り払われていたことがありました。学生時代に祖母から買ってもらった車なので仕方ないかと思っていましたが、おかしいですね。これ以上おかしかった自分に気づくのが怖い。空っぽだとしても、その時は口座閉鎖の手続きをした方がいいね。口座って悪用もできるから、使わないならちゃんと閉めないとダメだよ。印鑑は、怖い。最悪、弁護士頼むことになるかも。そうならないことを祈ってる。実印まで相手に抑えられてるのか。やばすぎ。実印登録もすぐに変更する方がいいね。他は大丈夫かな？クレジットカード類や健康保険証や年金手帳などは無事か？あと荷物引き取りに行くのはやめた方がいい？に自分も賛成だ。荷物を全部引き上げるということは母たちに絶縁宣言するという意味でもある。その時の母や祖母の狂乱はすごいものになるだろう。その負荷に、心が揺れやすい199さんが耐えられるとは、とても思えないよ。本や衣類なんてまた買える。今は接触しないのが一番だ。通帳と印鑑登録、早急になんとかします。家具などについては同意です。狂乱という言葉では、表現できない凄惨なものになると思います。変な連帯保証人とか、サラ金とか、実印があったらやり放題だよね。妹夫には紹介前にメンヘラなど、私が知る限りの情報は伝えてあったので、あまり妹に会うのに乗り気でなかったのですが、前述の色仕掛けによりコロッと変わり、交際スタート後、妹夫から夫、私夫イコール姉夫、以下同、への連絡も途絶えがちでした。祖母と母がファビョリ出してから、夫から妹夫に事情説明と忠告の電話をしたのですが、返事が。バツバツちゃんは住み込み先がわからなくて。です。その電話も早々に切られたので、もう後は勝手にすればいいと思っています。一応入籍前に忠告したし、人捨てに、妹夫が。俺もないになったガス動産と株を売り払って隠遁生活したい。と言っていたと最近聞き、この人もちょっとおかしいのかなと思いました。母主催の妹挙式の時も妹夫婦は、帰りの交通費がない、と母に交通費をもらって帰ったそうです。それとは別に祖母と母からご祝儀も渡したとのこと、妹に引きずられているのかもしれませんが、どっちにしてもおかしい。多分。今度いろいろな場面で気持ちが揺らいだら、冷静に、嘘をついたのは誰か、だけに絞って考えると、割と問題を単純化できるよ。それから勝手に車を売り払うような親は異常だし、妹の借金癖も治らないと思う。ありがとうございます。今、銀行に電話して口座番号など調べ中です。銀行一つにしといてよかった。地方銀行なので近くに窓口がないですが、電話で何とかしてもらいます。郵便局も何とかしてもらうべく問い合わせてみます。妹夫の転勤は実家から切られたということなのかしら？そうなんですかね。私と夫も情報がなく判断がつきませんが、妹夫の兄弟、独身、と妹の折り合いが悪いらしい。その兄弟は後日行われた妹夫実家主催の披露宴に病欠。
とは聞きました。いかがなもんでしょうか？創業者一族で結婚して敷地内同居していた直系男子が、嫁の里をまたいだその先にある系列会社飛ばされる。ってそういうことじゃないの？今さら外に出て修行して恋もないだろし、他に兄弟いるなら、爆弾抱えた息子は生かさず殺さずの待遇で、左遷しても問題ないし。妹、夫、は相当なモラハラで義実家に迷惑をかけた予感。もしかしたら、妹夫は会社の後継者から外されたかもね。やっぱりそんな予想つきますよね。ただ、創業者一族で入社している若手男子は、確か妹夫だけのはず。というか就職せずフリーターだったから、見かねて入社させられた感じに見えましたが、B 県では下っ端だったのに D 県では一応役職がついたらしいです。A 県に見える左遷。D 県に転勤して後に義実家主催の披露宴があったので、私たちは招待されず。事情はわかりません。いやでもそれなりに祝福してるのかな？と疑問でした。あ、父が妹夫両親から、うちの子が結婚できるとは思わなかった的なことを言われたけど、妹夫くんはそんなにモテなかったのかと苦笑いしてましたっけ。披露宴は、創業者一族としての世間体であげたんでしょう。でもこれから妹実家は大変だろうね。会社としてはとの言い厄介払いができた。というかそんな人物とお友達って199旦那は変なとこないの。ない、と思います。思いたい。妹夫を硬派だと信じていたり、妹夫の本性をよくわかってなかった節があり、人間観察眼はいまいちですが。役所の方に早く行け。預金はある額だけ下ろされたらしまいだが、実印は199の信用だけ借金ができるんだよ。あるものがなくなるのと、ないものを人生担保にしてあるようにするのでは、全く質も危機感も違う。妹の結婚資金ですでにマックスで借金が、できているかもしれないんだよ。勝手に車を売り払う人間に躊躇という言葉は存在しない。ここに書き込むよりも早く役所に行けって。祖母母には祖父の残した不動産収入があります。父が最近退職し、まとまった額を母に差し出したみたいなので、当座に困ることはない。と思います。祖母がパチンカスなので心配ですけど。あ、母も新車に乗り換えたんでした。パチンカスの祖母の言うことがまともなわけないじゃん。そしてそんな祖母に育てられた実母もしかり、199さんよくぞまともに育ったね。自分がまともか今となっては自信がないです。まともで普通な家庭に育ったと最近まで信じていたわけですし。夫は、私はあの家で一人だけ考え方が違った、と言ってくれます。でもそれゆえに生きにくい思いをしてきましたし、衝突も多かったように思います。地味だ、細かい、面白みがない、とよく言われました。妹が夫実家、私の義実家、に来て酔っ払い、泥酔の義弟のベッドに潜り込んで間違いが起きそうになった時も、妹を怒る私に、祖母母は、奔放なだけ、大胆、積極的、頼もしい、と。未遂に終わりましたが妹は義実家出入り禁止を申し渡し、平身帝都を義実家に詫びました。今回妹夫を紹介するにあたっても、その事件を根拠に徹底的に抵抗したのですが、母のせかしと妹のメンヘラ電話に負けてしまいました。妹、涙ながらに。あんなバカなことがもう二度としない。と言ってたのに、そのバカなことを妹夫にやらかし陥落したんでした。それに落とされる方がバカなのよ。現に義弟さんは落ちなかったでしょ。義弟は落ちてましたが、二人の気配に気づいた私が怒鳴り込んで二人を引き剥がし、それ以来義弟とも険悪ではありませんが、妙な距離があります。199さん、もう妹とか母親とか祖母の階層はほどほどにして忘れよう。赤ちゃんがいて大変だけど銀行役所の手続き頑張って。旦那さんと仲良くね。自分も事情があって、荷物通帳印鑑を置いて、家を出なきゃいけない事情があったけど、銀行役所に事情をきちんと説明したら、時間はかかったけど処理してくれたよ。ありがとうございます。時間がかかっても印鑑と通帳の手続きだけはやり遂げます。あと義弟の名誉のために、当時学生、大失恋直後の心神耗弱状態、泥酔ってことを付け加えておきます。でも義弟もアホだけど。これからは付き物が落ちたようにすっきりして、家族で笑って生活できるよ。頑張れ。ありがとうございます。このスレをコピーして保存しました。夫と子供との生活を守るため、私の気持ちが揺らぎそうな時は読み返して活を入れます。絶対絶縁遂行。
冠婚葬祭もスルー、婚はすでにスルーされたけど、の勢いで頑張ります。赤ちゃんは厄落としのきっかけを、与えてくれたのかもね。旦那さんと相談して、肩に力を入れすぎないようにして、頑張ってね。とりあえず妹側の人みんなおかしいと思う。普通、お願いします産ませてください。って平身抵当させる親いないよ。一番簡単なのはみんなの言う通り、妹側全部とすぐ絶縁。理解してもらいたいとか孫見せたいという、そんな柔らかい気持ちが通じる相手じゃなさそうだし。向こうも199さんを無視するだけならいいけど、問題起これば突撃してくるよ。旦那さんの職場とかを失う前に対処した方がいい。翌日。第三者の忌憚ない意見を聞ける機会がなかったので、すべて目から鱗です。理解してもらいたいとか孫見せたい、というそんな柔らかい気持ち、が私にあったので、これまでもやもやしていたんだと思います。そんなのが通じる相手じゃないとようやく思い切れそうです。これまで、親、特に母、に叱られる、イコール、自分が悪い、と刷り込まれていたので、このままではいけないという脅迫観念があって悩んでいたんですね。父を、我関せず、と表現してみましたが、最近注目され始めたアスペルガーではないかと思います。当てはまるところが多すぎます。そして実家を出てホワイトカラーとなってはいますが、脳下長男狂です。退職後、今は食卓のような形で勤務、長男として夫婦で田舎に帰る、という自分勝手な規定路線が崩れたことを受け入れきれず、母が唯一受け取ってくれるお金付けで手紙を送り、復縁を求めているのだと思います。離婚後ブランド三昧でうっとりのあの母が、デパートすらない、一時間じゃいけない、田舎に帰るわけないのですが、たとえ離婚してなかったとしても、報告忘れてました。銀行口座は凍結して書類待ち、印鑑は印影確認してもうすぐ発送、郵便局は大した額じゃないですが、口座確認にたらい回し中です。なんか勘違いしてるみたいだけど、通帳の金を引き出されるのが怖いんじゃなくて、その通帳を担保に、さらなる借金をされることが怖いんだが、わかってるのかな、その辺。通帳張りを担保に借金というと、普通預金通帳にくっついている定期預金を自動担保に、ってことでしょうか？普通預金通帳からうっかりマイナスに引き出してしまわないよう、普通預金は普通預金のみで、定期や定額は少額ずつ証書にしていました。小学校高学年からのお年玉と、高校時代の短期バイト分ですので細切れに。まあだからこそ口座確認がスムーズにいかないんですけど、思えば貯めておいたお年玉を何度も母に使い込まれ、新聞代の集金時などに貸して帰ってこない、郵便局に預けるようにしたんでした。妹はすぐ全額使い果たしてたから、母に使い込まれることもなくて羨ましかったなぁ。お小遣い帳を見て使い込まれた金額が、総額20万いってることに気づいて、文具屋でおもちゃのようなハンコ、銀行員を計、お数百円で買ったんだ。今印鑑を注文してるのと、郵便局のハンコどれだっけと考えていて思い出しました。だからひらがなで名前のみ書いてあるおもちゃのようなハンコです。思い出せば思い出すほどおかしなことに思い当たって、気づかなかった今までの自分が怖いです。あと小学校低学年までは何か悪いこと？押して母に謝らないと、全裸にして外に出されていました。抵抗して服を握りしめると、動くと刺さるよ。と言いながら、服やパンツをハサミで切り裂いて脱がせ、外に出されました。例えばパンツを脱がされないよう抵抗していると、サイドの部分を切る、狭い家の庭にいながら誰かに見られるのが嫌で心細くて、短時間でギブでした。しつけの一環だったんだと自分に言い聞かせてたけど、今思えばおかしい気がする。普通に虐待です。早く洗脳が解けてもっと幸せになれますように。近所のよそのご家庭でそんな光景目にしたことないだろうに。そこは、近所のよそのご家庭の子供はいい子。私は悪い子だから。となるのでは？辛いね。鋭い。というかまさにその通り。私じゃなく母が言ったことですが。母曰く。よその子はそんな悪いことしない。あんただけ。同じようなことをして、よそでそんな罰を与えない具体例を出して反論すると。みんな悪いことしたら同じ目に遭ってるけど、そんな恥ずかしいことを他人様に言うのはあんただけ。しまいには。よそはよそ。うちはうち。そんなに言うなら出て行ってよその子になりなさい。私は自分で言うのもなんですが、学校の勉強はよくできる方で、子供にしては弁が立つ方だったと思うのですが、丸め込まれてました。というより、
母が私に理屈で勝てなくて暴発、全裸という側面もあったやに思います。自分の親が毒親だったって気づくのは辛いからね。毒親はずっと毒だよ。理解も説得も無駄。絶縁するしかない。ありがとう。毒親持ち。私、毒親持ちなんだ。毒親という言葉を知っているくらいですから、今まで毒親持ちの人の書き込みを見たことはありましたが、こんな親いるんだ、気の毒に。と思ってきました。気づかないって怖い。今回、父が送ったお金、母が孫に会いに行く分、は妹の結婚費用などに使ってしまってもうない、母と私が、妊娠出産で一言も会話がなかった、出産報告もその返事もメールでした。ことは頼む態度が悪くて祖母を怒らせたあんた、私、の自業自得。というメールでさすがにこれって毒?と疑念が湧いて相談する気になれました。もうそろそろすれ違いではあるまいか。相談の結果、親が毒だと気がついたなら、母親が嫌いすれとか、貴女の実母との関係すれとかへ行った方が、いろいろわかってくれる人がいると思うけど。そうですね、すみません。皆さんから意見を見るたびに、気持ちがすがすがしくなっていくのを感じ、得るものが多かったのでつい長居してしまいました。これにておいとましまして、万が一また何かありましたらご相談させてください。あと、確定ではないのですが、妹夫実家、社長夫妻、にご挨拶に行く機会がありそうです。行くべきか行かないべきか、行く場合は当たらず触らずなのか、ぶっちゃけなのか、披露宴欠席のお詫びのみ?それとも事情も?と迷っています。紹介した事情くらいはきちんと説明しても、と思ったけど、メンヘラの後始末を押し付けられるかもしれないから、黙っておく方がいいのかも。細かく自分から言い出す必要は一切ない。披露宴があったそうで、知りませんでしたので顔も出さず申し訳ありませんでした。向こうから聞かれたら、実は一方的に付き合いをほぼ切られたので、細かいことは一切わからない。最初に友人として紹介はしたが、それ以降は祝いの催促以外話を何も聞いていない。で OK。お会いするだけお会いして、細かいことは黙っておくのがいいんでしょうか。いっそぶちまけてしまいたいという衝動が。あなたが悪者にされるだけだから、やめた方がいい。トラブルからは、できるだけ離れておくのがいいよ。特に今のあなたの状態で、また母親や妹から攻撃があった場合、耐えられる?知らぬ存ぜぬで通すのが一番。旦那さんともよく打ち合わせておくといいよ。ぶちまければ社長夫妻、夫も実家同士行き来していたから面識あり。私も結婚当初に妹夫家に遊びに行き、ちらっとご挨拶したことがありますが、応用な方という印象、が何とかしてくれる可能性はないでしょうか。妹夫妻を説教とか、祖母母に意見とか、毒話の話にしとくしかないんでしょうか。悔しい気持ちもありますが。それは、社長さん夫妻が決めることでしょ。向こうから相談があったら、助力程度のことは言ってもいいと思うけど、社長さん夫妻に、母祖母妹をやっつけてもらおう、なんて思っちゃいけない。の話じゃないよ。因果応報って言葉、知ってるでしょ?例えば、そのサイマーメンヘラな妹は今、心から幸せだと思う?幸せじゃないから、サイマーだったりメンヘラだったりするんじゃない?とにかく、今のあなたは、仕返し、を考える段階じゃないと思う。下手に手を出したら、また支配下に引きずり込まれるよ。他人のことは放置プレイでよし。自分と自分の家族を大切に。離れるのが一番。仕返ししたいというのもまだ未練がある証拠。未練があるのかも。今まで妹に何か問題、受験メンヘラ破局、があると私にかぶさってきたので、社長夫妻に妹と絶縁してることを根回ししておけば、そんなこともないかとも思ったのですが、さりげなく今は妹夫妻と連絡を取っていないことを、言っておけばいいのかな。それとも社長夫妻とは会わない方がいいのでしょうか。夫は、妹に離婚問題か金銭問題が持ち上がったら、妹、母、祖母は何食わぬ顔でまた私に頼ってくる、2、3000点。と予想しているそうなので、それも不安です。根負けせずうまく断ち切れるでしょうか?子供の昼寝や一人遊びの隙を縫って書いていまして、整頓されてなくてすみません。親は毒、絶縁、これだけは何度も唱えてわかってるつもりなのですが。実はここで勇気をもらい絶縁を決心した直後、子供の写真が可愛くできてきたので、親バカ、義実家と父に送る手配をしました。その時、これ、余った写真、は C 県、祖母母、に送ろうか?と言ってしまい、夫に突っ込まれました。
というか夫の目が泳いだ後、諭された。ダメですね、私。婚姻届、みたいに、絶縁届、とかあれば気持ちの区切りがつくのに。もし明日、祖母、母、妹からそ知らぬ素振りで電話がかかってきたら、どう対応するか真っ白になりそう。妹ならまだ冷たくあしらえそうだけど、この逆らうことを想像しただけで恐怖に似た感じ、祖母母に支配されてるんですね。わざわざ会わなくても夫に電話してもらえば？出産祝いにちょっとした品物をいただいたので、うち祝いは送りました。御礼方々近くまで行ったついでに子供を店に、という感じなんです。夫がお礼の電話をさらりとした時にそんな話になったらしくて。でも角を立てずにお断りすることは可能だと思います。夫の感触では、もしかして社長夫妻は私たち夫婦の紹介と知らないのかも、とのこと。あくまでなんとなくの感触らしいですが。着信拒否設定しないのはなぜ？着信拒否すれば、おそらく夫の職場や義実家など、バレている場所の電話が被害を受けるからです。失礼な言い方になるけど許してね。もし、旦那さんの職場や義実家へ親からの電話が行ったとしても、あなたよりはずっとずっと、ずっと上手にあしらえると思うよ。413の言う通りだと思うよ。旦那さんと今後どうしようか話し合ってみたらいいよ。例えば、着信拒否した時の不安材料とかね。一人で考えずに旦那さんと話し合わないと。一人の問題ではないんだからね。やるべきこととは、口座など絶縁の遂行、途中、夫と義実家への説明、住み、シミュレーションカウンセリングなど自分の鍛錬とケア、み、でいいんでしょうか。自信を持ちすぎて、社長夫妻にぶちまけそうな勢いで、ここを読んで自戒しました。おとといまで自分が悪くて子供にも会ってもらえないし、出産も力になってもらえなかったと思い込んで揺れていたので、落差にテンション上がりすぎでした。すみません。つうか、当面は、旦那の言うことだけ聞いていればいいよ。んで、199はカウンセリングに行け。いい加減、イライラしてきた。いろいろとありがとうございました。よく考えます。失礼します。199週末に頭冷やして考えなよ。そろそろ次の方どうぞ。自分が望むレスがなかったり、きつい言葉しかなくなると引っ込むんですね。え、どうしよう。そろそろ次の方、と言われたので失礼したのですが、良くなかったでしょうか。とりあえず失礼しまして週末よく考えます。義実家はいくら毒でも親なんだから今は距離を置いて、とかなんとか。夫は、もう面倒くさいから何かあったらその時考える。とりあえず俺がおかしいんじゃなくて安心した。そうです。ありがとうございました。耳の痛い意見についても真摯に受け止めます。二日後。出てきていいのかどうか迷ったのですが、社長夫妻には夫から電話でお断りしました。祖母と私に確執があると聞いていた、みんな仲良くしてね、などと言われ、夫、口下手、が妹の借金が発端でいろいろありまして、とだけ答えたそうですが、借金の額を尋ねて数万と聞くと軽く流す感じだったそうです。本当はその後音信不通になり、結婚祝いの催促だけ来たのが発端だったのですが、夫は言葉が出なかったそうです。妹夫妻は、私と夫が祖母、母と揉めているので式披露宴には呼べないが、今後も仲良くしていきたいと言っていましたよ、とも社長夫人から言われました。社長夫妻とは今後お会いすることはないでしょう。私の携帯は着信のみ拒否にし、メールと夫携帯はそのままです。夫とも相談し、全部着信拒否にしてはびょられるより、ガス抜き穴を残すようにしました。共通の知人にも今後、私の情報を話さないでほしいと根回ししましたが、何もそこまでしなくても、仲良くした方がいい、連絡を取った方がいい、と言われてしまい、社長夫妻から言われたことと同じで、私と夫が悪者になったような後味の悪い気分です。何もそこまでしなくても、仲良くした方がいい、連絡を取った方がいい。こういう人たちが、いわゆる背後から打つ加害者になるんだよね。良かれと思って、勝手に連絡を取り持ったりする。本人たちは善意のつもりだけど、実際は何も理解できてないだけの人たち。あなたの本当の今の状況を理解してくれる友人以外は、思い切って縁切りした方がいいよ。それくらいの覚悟がないと、本当に毒親とは縁は切れないよ。こだわるところが違うよ。あなたの親は娘の夫の携帯に、仕事中にもかかわらず、全然電話したんだよね。出産の時の話よりそっちの方がずっと重大だと思う。真剣に考えないといけないと思う。
たとえ出産の時に、あなたが土下座してお願いして、親の機嫌が治って実家で出産したとしても、旦那の携帯に電話をしまくったという過去は消えないよ。旦那さんからしたら、それだけで絶縁自由だよ。それをちゃんと考えないと、旦那さんも苦しめることになるから気をつけてね。祖母がやったこと、じゃんじゃん電話よりひどいです。祖母は勤務中に夫の携帯に電話し、一旦は夫の意見、妹本人から連絡を、祖母母は遠慮しろ、に納得して切ったものの、やっぱり思い直したらしく数回にわたって電話。夫は放置。その後しばらく勃興症。時が経って、私から祖母へ電話で妊娠報告。祖母は私に。シーケンで思うかな、ではなく、お願いします、だろうが。と切れ、見かねて変わった夫には。バツバツの将来を考えているのか。たかが数万で騒ぎ立てるなんてこの主戦度。ようやく、自分の若い頃の苦労話やいかに孫、私、にいろいろしてやったかなど、長い自分語り含みまくし立てた。共通の知人一名からは、二人、私と妹、とも知っているから早く仲直りしてほしい。なんでできないの？私は両方と付き合うけど、一応聞かれなければ喋らないから。などと言われすでに悪者にされている気分です。事情も大体話したのに。聞かれても喋らないでくれと念を沈み。妹夫妻とは当然、祖母母とも絶縁した方がいいことは理解できますが、社長夫妻からは私たちのわがままと思われ、共通の知人との縁も切る方向に、私たちの失うものが大きすぎる気がします。間違ったことをしたつもりはないのに、なぜ？また、いい思い出もあるだけに、本当にこれでいいのか、頭ではわかっていても苦しいです。今は絶縁したことが心に引っかかっても、いつかあれで正解だったと晴れ晴れする日が来るんでしょうか？あとこれは大破なく、世間一般ではどうか純粋に知りたいだけなのですが、妊娠出産期に実家、この場合祖母母、が、頼み方が悪い、という理由で手を貸さない、もしこれだけだったとしたら毒親でしょうか？絶縁推奨レベルでしょうか？おかしい。毒親。絶縁すべき。ありえない。毒親。なんですよね。毒親体験談を自分とは関係ないと思い、憤慨しながら読んでいたもので、認めきれてなかったり、だとしても中ではまだマシな方じゃないかと思ったり、受け入れきれてません。妹夫妻というリスクを持って付き合っていけるならいいけど、そこまでの思いして、その共通の知人と関わっていって何かいいことあるの？自分が親ならばどうしたか？と考えたら答えは出ませんか？出産のことはもちろん、幼少期のことも。別に絶縁したくないならしなきゃいいと思いますよ。ただし、ご主人から捨てられても文句は言えません。お子さんとも会えなくなる可能性だってあります。私の乙女があなたの親のような人で、夫が絶縁せずにいていつまでも親の愚痴を聞かされ、迷惑をかけられたら子連れで離婚するかも。皆様ありがとうございます。ここと世間、というか妹夫実家や知人、の温度差にうっかり戸惑いました。考えて出した自分の結論、絶縁、に自信を持たなきゃダメですね。冗談抜きで、カウンセリングに行った方がいいよ。正直、よく旦那さん離婚しないなぁ。って思う。こういう関係なんて、子供が大きくなるにつれ、どんどん変わっていく。それに例えば、震災に遭った時とか、身内よりも近所の人の方がよっぽど力になってくれる。付き合う人、こういう関係、は、きちんと整理した方がいいよ。今回義実家に説明するにあたり、祖母が夫に言った言葉を私が聞こえた範囲で伝え、私から両親に詫びたのですが、夫は私の隣でいちいちその内容に驚いていました。夫曰く、途中から耳が滑ってお経くらいにしか聞こえなかった。スルー検定団持ちで、のんき者なので、私にとっては救いですが、今度のことも私はどうすべきか妊娠中から揺れていましたが、夫は、なるようになる、妹とは絶縁するが、祖母母とは君が修復したいなら乗り気はしないがまあ構わないけど。という意見で、ここを読んで夫は自分に危機感がなかったとも反省したらしいです。絶縁さもなくば離婚せよとの意見には、あいつのせいでなんで俺が妻と別れなきゃならんのだ。とも言ってました。義実家は、出産前後連絡もなく、お宮参りも来ず、父は来ました、子供にも未だに会っていない母、祖母、の態度に思うところがあったらしく、絶縁という結論にも納得してくれそうな気配です。義両親、じゃあこれから孫はこっちで独り占めね。と少しはくてかしてました。
離婚しろ、じゃなくて、旦那さんの我慢にも限界があると思うが、という話だったんだけどね。それと、あなたが目が覚めるならいいけど、ふらふら、また支配下に戻ってくようなら、旦那さんやお子さんにも悪影響が出るよ、という話なんだけど。旦那さん、ここ見てるなら、とにかく騙されたと思って、カウンセリング探して奥さん連れてってあげてほしい。奥さん、呪縛が解けかけて一番苦しい時期なんだよ。母の幼馴染のおばさんからも別件で連絡があり、事情を説明すると、まあいろいろあるだろうけど、祖母母への、今までの感謝を忘れないで、このおばさん、私の出産を知ったのは妹からの写メールだったとか、出産直後の私とこの写メ、夫撮影、が、私、母、妹、おばさん、なぜ転送する。もうやだ。絶縁の根回しで疲弊してきたので、事情説明は割愛し、ひっそりきっぱり絶縁して私の家庭を守ります。置いてきた荷物の中に、お気に入りの上等な印鑑があったのですが、今回買った安物の方が運が開ける気がしてきました。けじめの意味でも住民票移動したら登録してきます。完全に吹っ切れるにはもう少しかかりそうですが、自分の人生には不必要な人物が退場しただけと思えそうです。ひとえにここの皆様のおかげです。心のこもったアドバイスありがとうございました。端的に、夫に対する迷惑行為の連続と、金銭トラブルで疎遠にしてます。って言っておけばいいじゃん。それ以上相手が何か言いたそうなら、私だけの迷惑なら我慢してきたけど、家族にまで迷惑をかけられない。って言っちゃえば？詳しく話すと、たかが数万円で、とか、電話をかけたぐらいで、と捉えて、それぐらい、って態度になるんだと思うよ。199は、みんなに自分のこと理解してほしい、って気持ちが強すぎ。だからここでも過剰な書き込みをしてしまってる。すべての人たち全員に、自分たち家族のことを理解してもらう必要はないし、周りの人も本気で199の家族間のいさかいに首を突っ込もう、とか思ってないよ。ちょっと自意識過剰なんじゃないかな？自分たち夫婦と子供さえ平穏に暮らせるなら、他人がどう思っていようと関係ないじゃん。誤解されたままじゃ嫌、自分が悪者扱いされるのは嫌。って、必死に周りを説得するのは滑稽だし子供っぽいよ。大人なら適当なところで割り切らなきゃ。心当たりあります。言葉が多すぎるのがいけないんですね。周囲に一切合切話して理解されようとしてしまってました。詳しく話すことで正確な裁きを、という気持ちもあったんだと思います。何も裁いてもらわんでも、ここでいただいたご意見で十分ですね。余計なことは話さない。スルー検定。苦手分野ですが努力します。迷ったらシンプルに考えること、引き際を今までより早くすること、過去にとらわれないことをお勧めします。ありがとうございます。自分は間違ってないと自分に何度も言い聞かせています。ここのログを何回も読むことで、だいぶ気持ちが落ち着きました。カウンセリングも、1分診療でなく、子連れ OK、もしくは土日 OK、なところを探していますが、なかなかないですね。でもさ、今まで正しいと思っていた価値観を変えることは、今までの自分の人生を否定するくらい苦しいよ。間違っているって言われて育ったら言われた以上の回数、間違っていないって言われないと納得できないよ。今まで洗脳されてきた分、周囲が間違ってないと何度も言い聞かせていかないとね。洗脳時間が長ければ長いほど、理不尽な時間も長いから大量に吐き出して、正しいのか、正しくないのか何度も聞くのではないか。ゆっくりどんどん吐き出していくんだよ。ありがとう。優しい。その通りなんです。リアル周囲に、私、と夫、が間違ってないと言われなかったので、ここが心の支えでした。頼りすぎてはダメですね。夫も自分は間違ってないと思いつつ、妹、母祖母、妹夫、社長夫妻、と、次々に出てくる敵に、ここがなければ。俺らがおかしいのか？と事態収拾にうっかり謝ってしまい、二人で奴隷化してたかもと言ってました。母祖母は結婚当初こそ夫を尊重していたのですが、仲良くなるにつれて距離なしになり、収入を聞くなど、私と同一視してしまったのだと思います。親は絶対正しい、子供は逆らうなと育てられてきました。いわば今回が私の初めての本格的反乱です。これまでは結局折れてきました。まさか自分が洗脳されていたとは。周りからもしっかりしていると思われ、自分でもそう思っていました。ありがとうございます。大変お世話になりました。こちらの皆様には感謝です。
この後投稿者が戻ってくることはなかった。リアルでは味方がほとんどいないのと、長い間洗脳されていたので、すぐに変わることができないのも、当然のように思われます。ゆっくり時間をかけて、夫と一緒に正しい道を歩んでいってほしいですね。今回のお話はどうでしたか？皆さんのご意見などコメント欄でぜひお聞かせください。励みになるので、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。